速報だ。2023年の東方人気投票の結果が出たぞ。え、もうそんな時期だったのね。なんか1年が経つのが早いわね。前回はフランが1位だったな。今回はどうなっているのか、紹介していくぜ。そろそろ私やマリサが1位になっているといいわねー。キャラ部門と音楽部門の TOP10 を紹介していくぞ。あと今回は速報と言いつつ、普通に改良だそうだ。じゃあその結果で順位は確定ということね。了解よ。じゃあキャラ部門からだ。キャラ部門10位はこのキャラだ。西陽寺ゆゆ子ね。前回も10位だったわね。ヨーヨームブーストがあるかと思ったが、そうでもなかったようだな。東方は歴史が長いからなかなか順位を上げるのは難しいようだぜ。次に9位だ。9位はこのキャラだ。コメイジサトリね。前回も9位だったわね。サトリも書籍で主人公をもらっているんだが、主人公の割にいまいち活躍の場面が少ない印象なんだよな。これからにも期待のキャラだぜ。次に8位だ。8位はこのキャラだ。藤原のモコウね。前回も8位だったわね。モコウも来年の20周年でまた期待だな。ここから7位以上は票数に大きな差があるぜ。この上の7人は安定と言えるな。次に7位だ。7位はこのキャラだ。レミリア・スカーレットね。相変わらずコウマ強勢は強いわねー。フランに結構引っ張られるかなと思ったんだが、レミリアは毎年7位で安定だな。次に6位だ。6位はこのキャラだ。いざよい昨夜ね。前回は5位だったわね。昨夜は順位を落としてしまったな。去年はコウマ強20周年ブーストが少なからず効果があったのかもな。次に5位だ。5位はこのキャラだ。コンパクヨウムね。前回は4位だったわね。ヨウムはヨーヨーム20周年にもかかわらず順位を落としてしまったな。正直3位に入ると思っていたからこの結果は意外だったぜ。次に4位だ。4位はこのキャラだ。コメイジ小石ね。前回は6位だったわね。これは意外だったなぁ。正直小石は出番もないし、ここからは少しずつ順位を落としていくだけだと思っていたんだが、二次創作の力はすごいぜ。さて、ここから TOP さんだ。私、霊夢、フランの誰かだな。とりあえず私たちがここまで残ってよかったわね。伊達にゆっくりで圧倒的な知名度を誇っているだけあるわね。じゃあ3位だ。3位はこのキャラだ。フランドール・スカーレットね。前回は1位だったわね。ここで前回王者が陥落だな。これはなんとなく予想ついてたぜ。お、ということは久しぶりに私とマリサで決戦ね。ついに私たちが1位に返り咲く時が来たのね。よし、じゃあ2位だ。2位はこのキャラだ。わ、私ね。前回は3位だったわ。順位が上がったのは嬉しいけど、今回こそ1位が取れるチャンスだったのに。悪いな霊夢。ということで2023年東方人気投票1位は。マリサね。前回は惜しくも2位だったわね。ついに1位を取ったぜ。実は私が1位になるのは18年ぶりだ。成し遂げたぜ。むう、悔しいけど素直におめでとうね。努力キャラが実った感じがあってドラマチックね。のんき。中央円でちょっとした過去も明かされてたみたいだし、これからは私の時代だな。キャラ部門は以上だ。続いて音楽部門に行くぜ。じゃあ音楽部門だ。音楽部門10位はこの曲だ。ネクロファンタジアね。前回の順位は9位だったわね。安定の曲だな。ヨーヨーム20周年だったが、思ったより狂わなかったな。続いて9位はこの曲だ。優雅に咲かせ墨染めの桜ボーダーオブライフね。前回の順位は10位だったわね。
これもヨーヨー無の曲だな。ネクロと同じくヨーヨー無20周年もあったから TOP10 に入れてよかったぜ。続いて8位はこの曲だ。上海紅茶館チャイニーズティーね。前回の順位は7位だったわね。少しだけ順位を落としてしまったな。去年は高麻郷20周年補正があったから、今回はその分落ちた感じだろうな。続いて7位はこの曲だ。偶像に世界を乱ねてイドラトライズワールドね。前回の順位は6位だったわね。この曲は原作勢にとっては圧倒的人気を誇っている曲だな。一方、二次創作界隈では認知度が低めで原作で出番がない限りは、少しずつ順位が落ちていってしまうな。続いて6位はこの曲だ。神々が恋した幻想郷ね。前回の順位は8位だったわね。この曲は順位アップだな。原曲も名曲だが、特にボーカルアレンジが有名だよな。偶像と違って神々が恋した幻想郷は二次創作界隈で知名度がかなり高いからその影響で順位アップしていると思われるぜ。続いて5位はこの曲だ。恋色マスタースパーク恋色マジックね。前回の順位は5位だったわね。私の曲だな。やったぜ。マリサのテーマ曲は人気なのに私の曲はあまり話題に上がらないのよねー。どれもいい曲だと思うんだけど。続いて4位はこの曲だ。月まで届け節の煙ね。前回の順位は4位だったわね。この曲もずっと人気だよな。発狂フレーズは今でも色褪せない表現だったな。さてここから TOP さんの発表だな。音楽部門3位はこの曲だ。ハルトマンの妖怪少女ね。前回の順位は3位だったわね。正直なところ2位と1位はもう固定なところがあるから、実質1位と言ってもいい気がするな。1位2位については偶像が勝てなかった時点でもう新規の曲が勝てる気はしないわね。音楽部門2位はこの曲だ。泣き王女のためのセクテットね。前回の順位は2位だったわね。いつものだな。安定して人気をキープし続けているな。ということは1位の曲はあれね。そして2023年東方人気投票音楽部門1位はこの曲だ。UNON は彼女なのかね。前回の順位は1位だったわね。やっぱり ON はずっと人気だな。原点の作品がずっと1位だと新規の曲はほとんど太刀打ちできないよな。そうね。もうこの辺は殿堂入りでいい気がするわね。ということで以上で東方人気投票の結果発表を終えるぜ。曲はあまり変わり映えしなかったけど、キャラはちょくちょく変わっててなかなか面白かったな。マリサに関してはおめでとうの一言ね。来年は負けないわよ。